こんばんは。今日2014年の前頭海塾の前頭の高一の記述の、生徒に質問された問題をやってみようと思います。よろしいでしょうか。これ見えるかな。1、実数 x に対して x 以下の最大の整数 k を x の整数部分といい、 x-k を x の小数部分という。例えばルート5は2小なりルート5小なり3を満たすから、ルート5の整数部分は2であり、ルート5の小数部分はルート5を引く2であると。で、x イコール2引くルート3分の1の時、 x の小数部分を p とする。で、1番、p を求めなさいと。2番、p2 乗分の1の小数部分を求めなさいと。3、n を整数とするときに、 p2 乗分の n の小数部分が p に一致するような整数 n の値を求めなさいと。で、またその時の p2 乗分の n の整数部分を求めなさいと。ただし、ルート3が無理数であることは証明なしに用いてよいと。はい、じゃあ、別にできましょう。3を、まあ、要は3番をどうするかなんです。これ、1番と2番を使えば、まあ、簡単にいけます。できますよ。じゃ1番は、上と下に2足すルート3を、かけてくれれば、2足すルート3になりますね。x がですね。で、ルート3が1から2の範囲なんで、お互いに2を足して、2を足して、2を足すとこうですね。ということは P は2たすルート3から3を引いてくれればいいです。答えはルート3引く1。これが1番の回答です。で、2番。じゃあまず分母の部分の P2 乗を出すと4引く2ルート3になります。だから P2 乗分の1は、こうなんだけども、上と下に4たす2ルート3をかけて、じゃあ1たす2分のルート3か。1たす2分のルート3と。で、ルート3がこの範囲なんで、2分のルート3で、お互い1を足して、じゃあ1たす2分のルート3は2分の3から2と。ということは、小数部分は、今の1たす 2分のルート3から1を引けばいいですね。1を。ね、だから1点何歩だか、1点何歩ってことは、整数の1を引いてくれればいいです。じゃあ2分のルート3と。ですね。よろしいでしょうか。で、3番。まず P2 乗分の N。P2 乗分の N の整数部分を、まあ、t、なんか文字、t かなんかしましょうよ。t。で、小数部分、小数部分は結局、今の t を引けばいいだけですよね。n2 乗分の、あ、p2 乗分の n の小数部分は p2 乗引く n、引く t か。ですね。ということは、それが p となる、n を求めればいいと。で、もともとこれ、p とか、p とかっていうか、p っていうのはもうさっきの1番の回答でしょ。あの p を入れればいいだけなんで、で、1番、2番、で、2番の結果も入れてくれればいいです。つまり、p2 乗分の1の小数部分をですね、p2 乗分の1の小数部分を入れちゃえばいいですね。いいですか。そしたら、じゃあ、1と2の結果のこれを1に代入してと。はい、じゃあ、これで、こうなります。で、最後は、ここのところが、ここのところが0、ここのところは0にしてくれればいいだけですね。ということで回答は N が2、T が3となります。よろしいでしょうか。はい。じゃあ以上です。